まずは藤川さん、プロスピにハマったきっかけっていうのは、うん、僕は2018年の1月ですか、うん、自主トレハワイでずっとやってたんですよ、うん、はいはい、でそこ40日間ぐらいハワイにいるんですよ、年末、はいはい、12月の真ん中ぐらいから1月いっぱい、その時に暇だなっていう話、息子は相手だったんで自主トレの、うん、はいはい、で何かすることないかなってなった時にプロスピースっていうのがあるよって言って、うんうんうん、でそれを、最初始めた時1回ガチャもらえるんですよね、 S ラン確定、そうですね、はい、で僕は広島カープのフランスは投手やったんですよ、はい、で息子が丸選手やったんです広島カープ、はいはいはい、それが悔しくて、はい、で息子に黙って課金しててこっちにそこで愛情が生まれましたね、はい、自分の選手だっていう、はいはい、その時にビッグさんは一番最初にもうやってたんですよ動画を、はいはい、それを見て研究して息子と競い合ってたんですよ。ところが今はもう息子とビブさんがゲーム仲間。そうなんですよ。ちょっとこう違うゲームで一緒に結構もう毎日やってるような仲なんですよ。そう、僕じゃないんですよ。僕たちは初めてなんですよ。そう、僕の息子とビブさんは毎日連絡取り合って。実は、そう、実はそう、ネットゲームしてるんだって。はい、あとチームメイトが気づいたらやってる人がちょこちょこいて、うん、でそれが。去年ぐらいコロナになってからみんなが実はやってるってなって、だったら選手同士も近づけないのでみんなでルーム作ってやろうっていうのでやりだしたりとか、すごい、本当にプロ野球選手がやってる率が高い今までの作品に比べてだからすごいですよね、よく聞きます本当に、ね、はい、とんでもない数だと思いますよ、うん、いやすごいですよね時代が追いつきましたねこれあるんですかね、この選手間でも自分がこういい感じに登場するかどうかが結構モチベーションになるみたいなあのね、野手の人、うん、野手の人はあんまりできてないと思うんですよ、ものすごい忙しいから、うんうん、練習から、うんうん、でもピッチャーはみんなそこそこやってますね、時間があるのでピッチャー、確かに僕投手ばっかりですね、そうそうそう、はい、バッターの人って試合でもそれ考えて待ってるから、はいはい、僕たちは考えて投げればいいだけなんで、はいはい、うん、あとトレーニングとかも含めたらバッターの人たちは時間がないですね、守る、打つ、走る、ウエイトトレーニング4つじゃないですか、ピッチャーはもう大体 2,3 時間で練習終わるんで、そこら辺はでも出てない選手とかもいますんで、はいはい、B で出たとか、はいはいはい、喜んではいますね、ちなみに小沢さんはなぜ、あ、僕ですか、はい、始めたきっかけは本当去年のゴールデンウィークぐらいですかね、あのちょうどまあコロナで言えることない、はいはいはい、家に行ってやることないなと思ってツイッター見てたらダルビッシュさんがすごい上げ出してて、そうなんだね、ちょっと去年のそれで、はい、あの人やってんならちょっとやってもう、はい、もう野球選手もうみんな大好きで憧れてるから特にもうダルビッシュ選手なんかもすごい憧れだから、はいはい、やってみたらもうだからさっき言ったら課金しだしたら戻れなくなっちゃった